渋谷ひろこのひろです。今日はちょっと今ね、体のメンテナンスで、進めていただいたお友達からとても素晴らしい先生がいるよということでご紹介いただいて、鍼治療に行ってきました。はい、とっても体が楽になって、やっぱ体のメンテナンスって大事だなと思いつつ、人には勧めるけれども、なかなか自分の体ってなんか後回しになっちゃったりしますよね。でもたまには本当にしっかり見つめてあげるのって、たまにっていうか定期的にねしてあげるといいかなと思います。その時にねちょっと大きな気づきをあったので、今動画撮ってます。ちょうどね家の近くでバスで、バス停から降りたところなんですよね。今ちょっと夕暮れでね、ちょうどうちの目の前の土手なんですけども、こういった形でとってもね気持ちいいところなので、今帰ってきたところだったんですけども、動画撮ってます。で、ですね、女性の先生でとってもね心の熱い、はっきりものを言ってくれる先生なんですね。私嫌いじゃないんですよね。それでやっぱり私以前マラソンをしてたりしたので、心臓にちょっとねあんまり自覚症状はそんなないんですけども、負担が来たりする時があって、ちょっとここのとこ少し体調崩したので、いい機会だなと思ってね、体をしっかり見ていただいたんですね。でとても素晴らしい先生で、やっぱ体の中の状態とかも何にも見ているので、こういう状態でね心臓負担があるし、もうちょっと生活も意識していこうねってアドバイスをたくさんいただきました。その時に自分はいつも頭で理解をして、そうだなと思ってやるんですけども、今日ねもっと深いところでね感じることがあったので、それをお伝えします。ですね、とてもその先生はたくさんの方を見ていて、本当に正しいこと、本当にそのまま何も否定もなく、本当に正しいことを私にアドバイスをしてくれました。一つは食事、とっても正しく食事をしようね。で生活も無理しないです。正しく睡眠とか体のケアをしていこうねっていうことで、とっても正しさをね並べてくださいました。と思って、その時に正しさってこういう風にしていくのがベストなんだけど、なかなかできてないなと思って、こう自分に振り返った時に、直したい、良くしたいって言ってルンルンで言ったの、気分よく言ったんですけれども、お話を聞いていたら自分のジャッジや、もうこれじゃ長生きできないよとか、子供さんのこととか、子供をどうやって見ていくのっていう方に意識が、自分もお話を聞いててね行った時に、体がね、先生心臓が言ってない、口には出してないんですけども、先生のお話を聞いて良くなりたいと思って来ているんですが、なんか体がですね、心臓がキューッと締め付けられるような感じになったり、手足がだんだん冷たくなっていったり、あれ私の体は今どうなってるの、恐怖や怖さや不安がこう押しかかってきてしまったっていうことを気づいたんですよ。でもその先生、お話してる先生は真剣に私のことをね愛を持っていってることがとっても分かったので、自分の体はそうなってますけども、なんでこんなに愛を持っていってくれるんだろうって本当に思えたんですよ。そういうことあなたもないですか？一生懸命話してくれて、私もふと思った時、自分もそれしてるなと思ったんですけども、やっぱり正しいっていうことってこう聞いててですね、真剣に聞いた後に帰ってくる時に、正しいってなんだろうって、常識的なものとか体の仕組みからしたら確かに正しい、心臓はここにあるとか、心臓を大事にしようとかね、食事は大事は正しい、でも正しさに本気でやろうと思ったら苦しさになることもあるんじゃないかなっていうことに気づいたんですよね。
やりたくてもできないこともあったり、そして自分をできてない自分をジャッジしたり、正しいっていうことに真剣になればなるほど自分を締め付けちゃってるっていうことに、ことがあるんじゃないかなっていうことをね、真剣に話した先生は、そして帰ってくる人もすごく感じました。今見てる方も、日本人って基本的に真面目ですよね。だからいいもの、正しいもの、正解なものに、こう私もそうですけども、とことんこう探したり、そこに一生懸命頑張ろうとしてしまったりするけれども、やっぱり一番は、私もね、そのケアとかをしていて分かるんですけど、今その方がね、体がどう状況か、不安で恐怖に怯えてしまったものは、治るものも治らなかったり、ね、正しいというものだけに真剣に聞きすぎ、真剣というかですね、それを全て完璧にやろうとすることはいらないんじゃないかなっていうのをね、すごく自分に感じたら、ふーっと体が楽になったんですよね。それまでは先生の話を聞いて、私も真面目じゃないんですけど、真剣にちょっと聞いて自分を改善、ね、よくしていきたいし、これからもどん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 楽しいことしたいしと思ったので、聞き入っていた時に、もう震えるような怖さだったり、どうしようっていう感情とともに体がすごくきつくなったので、これはおそらく今見ていただいているあなたやこれからね、メッセージなんじゃないかなと思って、目の前に起きてることは全部間違いはないし、何か次にのステップでプラスになることしかないって思ってるので、今日はもしあなたが正しいことをやらなくちゃとか言われた場合、まず自分の体がそれに対して大変で嫌、望もないけど体がなんかワクワクした時はやってみるチャンスかもしれないし、正しいと分かっていても体がものすごく窮屈してたり、もう本当に体がなんかこう心地よくないというか、頭だけじゃなくて体に反応が出た時は少し緩めてあげたり、他の方法を考えるっていうのもすごく大切なことかなっていうことが分かったので、私も改めて愛を受け取りましたし、真剣に言ってくださることにすごくありがたいと思えた。そこは大事にして、私も人にね、お伝えするとか、こう発信するときには、もう正しいことに話すんではなくて、正しいからどう生きたいかっていう方にね、自分で決めていくような、いけるような、ね、ことをお伝えしていって、一緒にね、人生楽しみたいなと思いました。はい。もうさ、最後にね、すごい先生にはね、なんかね、最後、お怒りっていうか、もう、大きすぎるよって言われて、ちょっと言われて帰ってきたんですけども、まあ、そういう自分も好きなので、そこは大事にしていきたいなと思いました。はい、ではまたお会いしましょう。バイバーイ。